柏瀬ベースキャンプの久保田です。今回はですね、シマノアイスボックスクーラーリベンジ編です。前回の動画ですね、惜しくはないか半分ですね、約5日間の結果になりました。ちょっと入れる氷が悪かったかなと思いまして、今回は板氷ですね、一番長く持つとされる氷、板氷をパンパンに敷き詰めて、果たして何日持つのか実験していきたいと思います。今回は果たしてこのカタログスペック10日間を超えることができるのでしょうか。それでは行ってみましょう。10月10日10時ね、はい、リベンジ編は10、10、10で開始、はい、最近は24度ですね、はい、じゃあこれ一旦中身ちょっと開けていただいて、はい、1枚あたりが 1.7 キロですね。 1.7 が 1.7 かけることの12個ですね。じゃじゃん、 20.4 キロの氷が入ってます。前回はね12キロだったんです。約倍になって、ね、でこれの本体の重さが 7.7 なんですよね。 7.7 合計で28キロ。28キロ、まあまあの重さですね。これだからキャンプ目線では持ち運びどうですか、この重量。まあこうはしないと思うんだけど、氷とでもほら食べ物いっぱい入れたらこんぐらいになるわけでしょ。食べ物、飲み物とかを満パンに入れたら、まあこれほどはいかないけど、これ近いまでの重さにはなるんじゃないですか、ね、これさ、ちょっとさ、抱えてみてもらうと、ファミリーで行くときはこんぐらいになってる、もっと大きい容量で。やらないように。持ち運びできんくはない、ギリギリの感じですね。これだからカートはどうですか、やっぱあった方がいい。こういうのを運ぶときはこっちがあった方がいいですね、うん、で今回ね、豆に水をやっぱりちょっと抜きたいじゃないですか。そうですね。でそうなるとこの移動が楽な方が良くないですか。ちょっと今回はこれを使って移動させていきたい。そうですね、前回よりもだから改善されたのは、まずバラ氷が板になった、満載にした、で水も抜くと、はい、ということでまた今日から経過をよろしくお願いしますね、はい、しまのアイスボックスクーラー実験3日目ですね。昨日が火曜日でお休みだったので、一昨日から始めたので2日経過したことになりますね。それでは中身の方の前に、今日は 22.6 度ですね。外もめっきり涼しく、むしろ寒いぐらいになってきました。それでは中身を見ていきましょう。じゃん、だいぶ溶けてますね。水が下の方にピチャピチャ溜まってます。1日目の終わりぐらいはもうほとんど溶けてなかったんですけど、やっぱり2日経つとそれなりに溶けてきてますね。でちょっと水も一緒に抜いていきます。どのぐらい溶けているかですね。昨日は一応水は抜いてもらっているので、単純に1日でどれだけ溶けたかですね。おお、あ、結構このぐらいかな。どのぐらいだろうな、これ500ミリぐらいは溶けてるか、まだちょっとちょろちょろ出てますけど、板氷なんで、まあ3日経った感じで、あのバラ氷よりは全然持ってますね。よいしょ、じゃあ引き続き経過見ていきたいと思います。アイスボックスクーラー実験3日経ちましたね。13日の木曜日です。それでは早速中を見ていきましょうか。中に置いといたんで、気温は今これちょっと外持ってきて上がったんですけど、23度ぐらいですね、ずっと。昨日は結構溶けてましたけど、あ、結構溶けてますね。氷が丸くなってますね。こんな風に溶けていくんですね。端っこの方から丸く溶けて、昨日と同じぐらいですかね。結構溶けてますね。じゃあ水抜きしていきますか。一回溶けるとやっぱり早いですかね、溶けていくのが。初日はね、全然やっぱり昨日も言ったんですけど溶けてなかったですけど、一回溶け始めるとどんどん溶けていっちゃってますね。
昨日より少し多いかな。わだだだ。水が。昨日より多いですね。500以上は溶けてるんじゃないかな。まあ、あと6日なんで、このぐらい残ってれば、まあ、10日はいけるんじゃないですかね。まだわからないですけど、引き続き見ていきたいと思います。アイスボックスクーラー実験4日目ですね。まあ、外気温が 24.9 度。それでは見ていきましょう。じゃじゃん。昨日より少しと氷の形がこんな形になってます。楕円形ですね。あ、なんかこっちはもう下と上の氷がくっついてますね。同じぐらいかな、溶け具合としては。毎日一定量ずつぐらい溶けていくのかなっていう感じですね。あと6日ですけど、これならなんかいけそうな気もしないではないですね。それでは水抜きを。もうちょっと。よいしょ。まだまだ重いですね。そうですね。500以上もう出てきてるかな。最後はどうしてもこう枯れてしまうのが難点ですね、これね。だいたいこのぐらい、うん、500ぐらいですかね。溶けていってます。よいしょ。それではまた引き続き実験開始していきたい、あ、実験開始じゃない経過観察していきたいと思います。アイスボックスクーラー実験5日目ですね。は 23.9 度、変わらずです。それでは中を見てきます。まだかなり残ってますね。下の方はほとんどもうちょっとちっちゃくなったぐらいですかね。上の方はなんか端からちょっとちっちゃくなってますね。真ん中の方はちょっと残ってます。折り返し地点ですけども、これだけ半分以上溶けてる感じはしないんで、この10日いけそうな気がしますね。じゃあ水抜きしていきます。溶けてる量はなんか毎回一定のような気がしますね。日に日に多くなってる感は今のところないです。中の温度が一定に保たれてるってことなのかな。同じぐらいですね。はい、終わりました。引き続き見ていきたいと思います。6日目になりました。実は、はい、今日は青江くん登場です。はい、はいはい、今が何度でしょうか。 24.9 度ですね。はい、あったかくなったね結構ね。あ、今5度に上がりましたが、では早速中身をお願いします。はい、はい、はい、実に6日後なんですけど、まだでも結構の下の方は全く溶けてない。氷の塊さ、ちょっと今数えてみて、全部に何個ある。12個ある。12個ね、はい、じゃあどれ1個としてゼロにはなってないわ。なってない。12個入れてるからね。下の方はまだ四角ですね。まだ四角。この下なんか自立してるのもんね、綺麗。確かに。一応前回のキラックはすでに抜いてますんで目標の10日までもうちょっと感じですね。締めてください。はい、では排水をお願いします。今日はこれを、はい、わー、終わってみたい。あ、気持ちいい。気持ちいい。あ、気持ちいい。朝ちょっとね、重労働だったんでね。あ、はい、あ、冷たい。なるほど、アイシング。アイシング。アイシング。いいですね。
これ前腕も、前腕も、クライマーの皆さん、これでアイシング、はい、アイシングできます。素晴らしいですね。はい。ありがとうございます。10月17日月曜日の10時ですね。恒例の朝のルーティーン、シマノアイスボックスプロの保冷力チェックのお時間がやってまいりました。今日でちょうどですね、1週間達成した状態でございます。はい。ただいまの外気温ですね。23.0 度。それでは中身チェックしていきたいと思います。よいしょ。はい。ちょっと数分前に温度計入れてたんですけど、こんな感じですね。11度ぐらいなんですね。まあこれ室温計なんで、この測り方いいかどうか怪しいんですけれども。氷、木の数を見てもらったと思うんですが、個数自体はですね、1、2、3、4、氷の数がちょっと減ったのかな。1、2、3、4、5、氷がいよいよですね、数がちょっと減ってきたかもしれないです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、減ってないですね、ごめんなさい。12個まだありました、まあ、水もやっぱり出てますので、今日も水を抜きたいと思います。ちょっと容量を覚えましてですね、あらかじめこうやって傾けて排水口に向けて開けると垂れなくて済むということが分かりました。目下の目標はカタログスペックの10日ではあるんですけど、今朝時点で1週間達成、記録のためには10日目指してるんですけど、少なくとも現実的なスペックとしては十分じゃないかなと思ってます。はい、それでは引き続き10日目指してチェックをしていきたいと思います。10月18日火曜日、今日は天休日なんですけれども、今日もチェックを行いたいと思います。すでに8日が経過しております。目標の10日目前って感じですね。外気温が 22.0 度、外気温というか室内気温ですね。水は捨ててもらったと。朝一今日は水をもう捨ててもらっておりますが、こんな感じ。これ氷の量ね、こう見えて減ってないんですよ。これ12塊あるでしょ、これ、うん、みたいですね。下とか周りの角っていうかですよ、これのほら左からこっちの下とかまだレンガ状でしょ、うん、そうそう。これ10日の10時に開始してる件がですね、どう思います？20日の10時までこれ全然まだ全然まだ半分ぐらい。本当よね、そういう目線で見ると。ひとまず残り2日楽しみですね。ここまで来たらちょっとね、どこまで伸ばせるかをやってみたいところなんですけど。10月19日ですね、残すところあと1日になりました。昨日がお店がお休みだったので2日経ったことになりますね。水抜きはお休み中もしております。気温が 23.3 度。いやもう最近めっきり寒くなってきましたね。それでは見ていきましょう。じゃじゃん、もうまだまだ残ってますね。上の氷がもうほとんど残ってないような感じですけど、ここに可愛い分裂した楕円形のものが残ってます。これはもう大丈夫でしょう。こんだけ残ってればあと1日は余裕で持つと思います。さて、水が、多分ずっと同じ感じで溶け続けてるので、保冷力は一定なのかなっていうのはやっぱりありますね。後半急に溶けるスピードが速くなってる感じもしないですね。こんなもん、なんかいつもより少ない気もします。なんか少ない気がします。はい、それではいよいよ明日が10日目になりますので、まあ楽しみにしてください。ついに来ました、10日目です。果たして氷は残っているのでしょうか。まあ、昨日の動画を見てる人は分かる。さあ、運命の瞬間です。じゃん！残ってます！
しかも結構な量残ってますね、これね。どのぐらいだろうな。2割、3割ぐらいは残ってるかな。端の方はちょっと溶け具合が結構進んでますね。真ん中は結構残ってますよ、これ。ほとんど変わらないぐらい残ってます。端はもう、これちょっと危ないですね、これもう。なくなりそうな感じになってます。すごいですね、やっぱり10日間は全然余裕で持ちましたね。やっぱり保冷力は素晴らしいということですね。10日経ったんですけれども、まあ、一応どのぐらい持つかっていう検証をこれからね、動画じゃなくて写真の方で残していきたいと思いますので、果たして何日持つのか経過観察をしていきたいと思います。とりあえずまあ10日間は持ったということで、また水抜きして保管していきたいと思います。それではまた何日持つか乞うご期待ということで、よろしくお願いします。でしょうか。見事13日間ですね、氷の方が持ちました。板氷パンパン全部満タンにしてキャンプに行くことはなかなかないと思うんですけども、それでも13日間氷が持ったということは、もう当然このカタログスペック10日間を超えました。やっぱりこのね、保冷力は素晴らしいものだっていうのが実証されました。そうですね。やっぱりこの真空6面クーラーっていうのはキャンプのクーラーではなかなかないスペックなので、やっぱり釣りをする方用に作られたクーラー、生物を鮮度が落ちないように運ぶクーラーなので、やっぱり保冷力に関してはかなり強いのがね、今回の実験でも証明されたと思います。まあ、このクーラーもですね、今回検討されている方はたくさんいらっしゃると思います。まあ、実物が店舗の方で見れますので、他のキャンプ用のクーラーもございますので、これからの季節クーラーをご検討されている方はぜひともご来店いただけたらなと思います。それではこの動画が良いと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。じゃあね。